はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフシです。信長の野望創造戦国立志伝の、徳川家康でのプレイ、二代将軍息子秀忠討伐物語、続きをやっていきましょう。前回ですね、尾張徳川をぶっ潰そうということで、戦力の増強ですとか、その攻略の準備を頑張って進めていたわけなんですが、改めてですね、今戦力差の分析を行いました。で、今画面上映っていて緑のが同盟国ですね。大きくはこちら藤堂家、さらには井伊家、この辺りがね、有力な同盟国になります。で、その戦力なんですが、まず家康自身は兵2万5000で、藤堂家が4万で、井伊家が3万というところで、同盟国全体の兵力、近隣の同盟国という意味では約9万から10万で、一方尾張徳川家単体で拠点13の兵数が9万2000というところです。で、これだけじゃなくて注意しなきゃいけないのが、やっぱりこの秀忠率いる徳川宗家兵14万、この兵力が隣接しているっていうことを考えると、防衛するだけでもかなり手一杯なんで、ちょっと尾張徳川をすぐに攻められる状況に今ありません。で、じゃあどうするかっていうと、大連合を組むしかないかなと思ってます。で、じゃあ大連合ってどこを標的にするか。まずはやっぱりこの尾張徳川が邪魔くさくてしょうがないので、この尾張徳川を潰すために、この畿内から関東にかけて大連合を組みたいなと思ってます。で、そのためにですね、まずやっておかなきゃいけないのが工作なんですが、工作をするための要員すら不足しているっていう状況なので、ある程度その攻略する工作の目標対象でね、絞っていきたいなと思ってます。で、じゃあどこって考えると、少なくてもですね、この尾張徳川を囲む、あるいは徳川宗家を囲む、この辺りに関しては完全に工作を入れていきたいので、まずは関東から越後、越中、越前、さらには畿内、丹波、この辺りを中心に、工作を仕掛けていきます。ただ、今同盟結んでる井伊だったり藤堂だったり、この辺りが潰してしまう可能性のある大名家に対して工作を行っても、結局は無駄になってしまうので、そこだけはね、注意をしながら工作の対象を見極めていきましょう。では早速プレイの方を始めていきます。で、おそらくですね、これを見ていると、尾張も徳川も徳川宗家ですね、もう戦力兵力かなり充実してきているので、おそらく近い将来攻め寄せてくるんじゃないかなと思うんですね。で、そう考えると、まずはこちらの吉田城ですね、ここの防衛は、早急に固めておきたいので、まずはこの吉田城の改修最優先で進めていきましょう。で、今朝廷外交が100まで溜まってますので、どちらか一方に攻められても6ヶ月間は何とかしのげる状況にはあります。ご命令を、先月の収支です。工作にもね、お金かかりますからね。対象を間違って潰されるところにせっせと工作を行っても、それこそ無駄になってしまうので、そこだけはね、しっかり見極めていきましょう。このね、大阪城の豊臣家が今で言うとどうだ？小出家とぶつかってるわけだな。で、藤堂高虎と片桐勝元、豊臣家はとはいえ今同盟しているところはないわけだな。よしよし。じゃあちょっと今秀行が20、同盟状態にある豊臣家ですが、この先外交するかどうかちょっと難しいところですね。で、あとは周辺に小さな大名家がもういなくなってしまっているので、どこを攻めるかっていうところも難しくなってくると、やっぱりこの尾張徳川家を
まあ、周りから囲んで一気呵成に叩くしかないかなってところなんですよね。って考えると、まずは、金森家が同盟支配下に入れて、かつ前田も同盟してしまって、この越前の松平家、ここを先に潰してもらうのが先かな。で、その上で尾張徳川を、まあそれこそ本当に全方位体制で攻撃する。これが一番良さそうですね。って言ってると、駿府に2万敵5が千我が領内か。に向かっております。まあ、駿府であればこの2万5千の兵は退けられるといえば退けられるんだけど、どうかな。迎え撃ちますか。いやー、無駄に兵力を失うのもバカバカしいので、ここは朝廷の権威にすがりましょう。まあ、とはいえ家康の命が尽きるのも時間表の情を問題始だめかまらす。先な。月の収支です。で、進出ができるので進出を行いましょう。森の隣に作れるので、ここを一つ進出かけて製材所を作っておきましょう。で、さらにどうだ？回収が入れられるんだったら回収。連立選手入れたけど木材不足か。ここは一旦待ちましょう。そうしたら。やっぱりどうしても欲しいですからね。で、いざ攻められた時のために怪獣も入れておきます。表情を始めます。先月の収支です。なんか進出が目いっぱいできるようになってきてますね。お金が欲しいので商人町をこの辺りに建てていきましょう。で、門を、枡形門が建てられるようになってますね。まあ、門はね、もういつも言ってますけど、一番最初に改修していかないと、本当にね、城を奪われることに直結しますからね。あとは投資とかはね、ちょっとお金がないので、あと人材不足もあるので見送っていきましょう。労力を余らせてしまうのは少しもったいない気もしますが、まずは吉田城の防衛力を高めるところから始めていきましょうね。で、あとですね、視聴者の方から花倉あたりに、まあ、山城築城したらどうかというご意見いただいて検討をしてみたんですが、表情を始めます。先やっ月ぱのりです収支でね、す。報告今しまます。だ、各拠点の改修が完了していない、かつ武将不足っていうことを考えて、まあ、いずれはね、城の数が多い方が兵力の充実という意味では間違いなくいいことしかないので、行っていきたいなと思うんですが、すぐにはちょっと難しいかなというふうに思ってます。なので、アドバイスいただいた内容はね、検討させていただいて、今後ぜひぜひ実行をしていきたいと思ってます。まずは同盟国を増やしていごく。命令を先月ので、そ収の支で上す。できっちりと連合を組んでいく。ここから始めていきましょう。連立天守立てて、まあここはもう十分大きくしたかな。掛川の完了したと言っていいでしょう。で、浜松なんですが、三層天守を連立天守に変えたいんですが、お金がないか。なるほど。とはいえ今すぐお金は工面できないので、どうしようかな。で、掛川はさっき商人町を作るための場所を用意しましたね。なので商人町を作りたいけど、どうかな。ちょっと無駄な感じにはなるが、武家町を作って兵力の充実を先に行いましょう。武将がね、
あと倍ぐらいいるとだいぶ変わってくるんですよね。で、吉田城に A が攻め寄せてきたと。そしたら掛川からも出兵しましょう。まあ、7100であれば十分に撃退はできるかなということですね。むしろ渡辺守綱隊これ打ち取りたいんで開戦していきましょう。なんといってもね、こちらには剣豪武蔵がいますからね。この武蔵の兵力を使わない手はない。王位一戦で敵を捕獲しましょう。なので城外に打って出ます。そしたら奥義一戦がたまるまで、ちょっと耐えましょう。城門は1個ぐらい破られてもいいかな。と思ったらこっちが渡辺守綱じゃないか。よくよく見たら、城門が破られるな、意図せずして。城門が破壊されました。敵が城内に侵入しました。早速奥義一戦を使っちゃいましょう。何？もう回復してる？みんなバカな。承知いたしました。なんかだいぶ予定してたのと違う感じになってきてるな。王一戦は使えるけどまだ早いな。まだその時じゃない。いやー、城をだいぶボロボロにされたな。せめて敵将を捕獲したいけど。やってくれる。敵が城内に侵入しました。騎乗する。4400か。休ませてはくれないね。お任せください。腕が鳴るぜ。ご命令を。先月の終始です。修復は今してもすぐ壊されるので、まあちょっともったいないのでやめましょう。となると外交もできないし、投資も今するのはもったいないね。そうなると人書でも作っておきますか。で、吉田城からも兵を出しましょう。奥義一戦がね、
ょっと2回とも不発に終わったのがもったいなかったですね。来るね、次から次に。まあまずは修復だけでもしちゃわないと。本当にまだ来るの？承知いたしました。お任せを。さあ、この吉田城の防衛がならないと話にならないな。ここは背後から攻めてもらうか。大垣、さらにはこの内気、で東堂に関しては亀山、まあ、この辺り逆に落としてくれる好機でもありますよね。こちらがしっかりと防衛して敵の戦力を引きつけることができれば。いやー、吉田城を放棄するっていうのはちょっと考えたくないからな。勝成が討ち死にだと。追い詰められてるね。先月の終始です。いやー、水野勝成討ち死にか。かなり悲しいお知らせだな。攻められてるのか。大丈夫か。長浜が攻められてるね。終わり。徳川恐るべしだな。東堂が動いてない、金森も動いてないか。まあ終わり徳川に挑むとなるとそれなりに覚悟がいりますからね。吉田城に2200か。ひっきりなしにやってくるね彼らも。先月の終始です。ちょっとの間でもいいんで修復を打ちましょう。もうこうなったらかなり後手後手に回されてるけどしょうがないね。止まれ。よし、引き上げたな。一旦兵を返して兵力の回復を努めましょう。前田家に24ヶ月の同盟か。で吉田城にまた来ると。まだ戻ってくるのね彼が。懲りないね。もうこの吉田城を行ったり来たりしてるからね。ずっと一度兵を休ませたいんですけどね。しっかりと。ご命令を。先月の終始です。密談も打っておけるときには打っておきたいけどね。朝廷外交はどうなってる ?76 で止まってるな。よし、じゃあこの再開しちゃいましょう。
助け立ちいたす。お助けいたします。加勢しよう。今度こそ兵を休ませないと。本当に防衛がままならなくなってきますね。表情を始めます。先月の終始です。で、前田とは同盟を結びましょう。で、さらにこの先金森と真田とも同盟結んでおきたいですよね。先月の終始です。報告します。さあこの後ですね、どう戦い抜いていくか。今連合を打ったとしてもどうだ、まあそれなりに味方についてくれるところはありそうだけど、ちょっともう少し様子見たいですね。まずは吉田城の修復を最優先に考えないとな。で、多分家康がそろそろお亡くなりになるんじゃないか。ご命令を。先月の終始です。報告します。もうここは兵力の増強増強を図っていきましょう。でね、勝成がねさっき討ち死にしましたからね、吉田城の防衛戦で。ただでさえ不足している武将がさらに一人減ったっていうこの状況をね考えると、もう待ったなしって感じですね。伊達家を名手として徳川家の打倒を目指す反徳川連合が結成された。いやー、これに参加するかどうか非常に迷うな。いやー迷うけど、秀忠か、これは政宗を信用していいのかどうかだな。悩む。連合に入ると停戦ができなくなるっていうかなり大きなデメリットがあるんですよね。とはいえちょっとここはこのまま膠着状態で何年も過ごすよりか、一か八か承諾しましょう。で、同盟に入った国を確認すると、周辺でいうと結構多いな。これは助かる。結構多くなってるね。まあ西側はまあこの際どうでもいいでしょう。畿内から関東にかけてはほぼほぼ徳川包囲網ができたと言っていいな。よしよし、これはかなり大きいですね。というわけで次回はですね、いよいよ本当に徳川攻略が進められそうな気もちょっとしてきましたね。というわけでちょっと30分は経っていないんですが、キリがいいのでここで一旦終わりにしてですね、次回連合のもと頑張って徳川に反旗を翻していきましょう。まあ自分も徳川なんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。
動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。